裏世界のダンジョン攻略、君たちはどこまで進んだ？このフィールドに4つあるダンジョンをそれぞれクリアすると、各塔から供給されるエネルギーがオフになって、中央塔にいるボスを弱体化できるらしいよ。腕に覚えがあればそんな回りくどいことをしなくてもいいんだが、俺たちは絶対安全な方法で攻略するのがモットーなんだ。ダンジョンにあったあのスイッチってこのためだったのね。つまりリスクを背負えば他のダンジョンを飛ばして中央塔のボスを倒しに行くことができるのか。中央塔の前にボスが出現してるわ。あいつがこのフィールドのボスなのかしら。あ、ねえみんな、あれ見て、塔についてたランプの一つが消えてるよ。あれってさっきクリアしたダンジョンにあったのと同じ色の光じゃない？もしかしてさっき会ったプレイヤーが言ってたボスへのエネルギーの供給に関係してるんじゃない？私もそう思います。ダンジョンを一つ攻略したことによってランプが一つ消えたんじゃないでしょうか。なるほど。あのランプはボスのパワーと連動していて、ついている数が少ないほどボスが弱体化するんだね。今点灯しているランプは3つ。まだかなり強そうだけど今戦う。後にしよう。ああ、ちゃんと準備して挑もうぜ。こっちは準備完了だよ。ボスと戦うのね。やっぱり後にしよう。ああ、このままボスに挑もう。分かった、行くわよ。おう、気合い入れていこうぜ。こいつを倒せば次のフィールドに進めるのかな。きっとそうだ。シャムロックよりも先に倒すぞ。えい、はっ。これぐらいなら問題ないよ。頑張って。
2つ目のダンジョンに入るぞ。わかった、油断しないようにね。
ーヤの島に4つあるダンジョンを攻略すれば、ここのボスが少しずつ弱体化するんだよね。うん、そうだと思う。今のまま戦ってもかなり苦戦するだろうし、地道にダンジョンを攻略していこうよ。
ない。回復しないと。なる、シロン無理しちゃダメだよ。セイヤ、これでいきましょう。ピンチかも。ユンジ、いけない、下がって。頑張って。いけない、下がって。元気が出てきたよ。よっ、この先に進むとボスがいるな。このままボスに挑もう。分かった、頑張ろうね。
扉が開いたよ。よし、行ってみよう。これで中央灯のランプが一つ消えたはずね。残りのダンジョンにも行ってみようか。
休もう。えい、当たれ。だいぶ弱体化したね。
行くぞ。なるわ。少しピンチかも。元気。大丈夫なの？頑張って。慎重に行くわ。大丈夫？元気が出てきたよ。先に進むとボスが。オッケまあ、ボスに挑もう。オッケー、頑張ろうね。
倒したね。こんなの楽勝よ。倒せたみたいね。やったー。奥の扉が開いたよ。行ってみよう。この調子で行きましょう。中央灯のランプがまた一つ消えたはず。残るランプはあと一つだけね。それじゃ残りのダンジョンにも行ってみようか。これで裏ダンジョンも4つ目だね。このダンジョンを攻略すればボスもかなり弱体化するわね。うん、このダンジョンを攻略したらいよいよ中央島での決戦だね。僕私もここのボスすっごく強そうだったもん。楽しみだな。
して背中を任せられるわ。えい、やあ、まだが綺麗。大丈夫、元気が出てきたよ。この先に進むとボスがいるな。このままボスに挑もう。はい、頑張りましょうね。このボスはそんなに強くないようです。やっつけちゃいましょう。いくぞ、中央塔のランプは全て消えたはずね。そうだな、ボスもだいぶ弱体化されただろう。ああ、でも弱体化したといっても最後のボスだ。一筋縄じゃいかないだろう。気を引き締めていこう。うん、それじゃ中央塔に出発しよう。
重に行くわよ。少し休もう。